出産後のお母さんはホルモンバランスの急激な変化や慣れない育児の疲れストレスから心と体が不安定になりやすくなります長野市ではそんなお母さんたちが安心して子育てできるように医療機関や助産所でサポートする産後ケア事業を実施しています産後ケア事業の目的は何でしょうかはい。産後体も心も不安定にあるお母さんを 助産師をはじめとした専門スタッフがサポートしてお母さんの体の回復や育児に関する不安を解消して安心して子育てできるように支援することを目的としています市が委託した13箇所の産科医療機関や助産所で宿泊型、通所型、訪問型の3種類のサービスをご用意しておりお母さんのご希望に合わせたサポートができる体制を整えています 今日は長野市北堀の助産所ほやほやに来ています。こちらには二人から三人の助産師、看護師が常駐しており。出産のサポート、産後ケアや育児に関する教室、育児相談室など。さまざまなサービスを行っています。そう,そう、お腹が空いてるからいいんです。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 泡をつけながらね。はい。先にね、洗っちゃうやり方もあるんですよ。 お湯をまましし、て、よいしょってて入れきます。す<ー>。もももちちろん、泡でででいいし拭いいい拭拭あげるでも全然いいですちょっと顔くね。ちいしょよい,しょもしいね。<laughs> たくさん軽減されてる方に聞けたりとかあとは自分の体の疲れが癒されたりとかあるのでありがたいです <laughs> <laughs>、えー、でもよく寝てる、うん、夜あ夜めっちゃ寝ますだから起こすか迷うんですよ <laughs> ぐってこの子は寝ちゃうけど痛かったら4時間半くらいで起こして飲ませてあげた方がおっぱいの分泌は維持できるからいいと思います<あ>、うん 知りり合いいいいいいいがが全くいなないな状態だし、しママとも,もいないしっていうところでででみんな親切でありがたいですよね。また長野市保健センターでは母子保健コーディネーターを配置し妊娠から子育て期までのお母さんに寄り添いお母さんやお子さんの困りごとを聞いて必要なサービスを提案しながらサポートしています。 こういった産後の授業や支援体制があることはぜひ市民の皆さんにも知っていただきたいですよね初めての子育ては不安が多いものですお母さん自身の体が整わない中赤ちゃんとのお世話が始まってそれまでの生活から一変します2人目以降の子育ての場面でも上の子のお世話と赤ちゃんのお世話でお母さんは悩むことがあると思います 不安なこと、心配なことがあったときには、お気軽に保健センターにもご相談ください。なくしたい。心と心のディスタンス。長野市は人権を尊び、差別のない明るい長野市を築く条例を制定しています。すべての人が住みよい社会を築きましょう。